皆さんお元陽えー、まさかのまさかで、あの、つくろうくんから、ちょっとアプローチというか、あの、僕の動画を見ていただいて、まあ、反響をいただいたっていうか、まさかのまさかで、つくろうくん、あの、ご本人から、ちょっとなんか、僕の方に歩み寄ってきてくれて、ちょっと会話をしました。会話って言っても、その、ネット上の会話ですけどね、まあ、どういう会話をしたかっていうのは、まあ、言えないんですけど、まあ、意外と、 僕の動画をよく思ってくれた感じです。で、まあね、もう中学生とつくろうくんがまあ争っている、まあもう中学生がまあつくろうくんにブレーをした不義理をした、まあそれが結構なあのパンチが強い思いひどすぎるって感じでつくろうくんは受け止めてるんですよね。まあそれによってまあ裁判にするまあ話が違うじゃないか。 ただまあこの前の動画だとあの、重複しちゃうんですけどう郎君はなロバートの秋山とかエレキコミックとか、まあ、有名どころとあのちゃんと仕事が成立していてまあ信頼とかあの、ある方だと思うんですよね。なんとなく僕はそう思っております。だからう郎君がまあもう中学生にまあ裁判で訴えてやるだとかまあ その気持ちはもちろんね、つ、ま、く、あ、ろう君にもプライドとか、なんか意地とか、まあ、いろんな思いがあるから、まあ、軽口でね、そんなやめとけよとか、まあいうのはちょっと、すい違いかもしれないんですけど、まあ僕はまあ正直に、つ、ま、く、あ、ろう君も、あのもう中学生も、あの夢を売るあの商売だと思うし、 楽しまってなんぼ人を笑顔にさせる仕事なわけじゃないですかでまあ2人ともあのどちらかというとその子供とかあのお茶の間にその提供するようなエンターテインメントだと思うんですよねそんなと毒とかトゲがない感じでまあある意味ねその金ちゃんファミリー寄りかなとも思うんですよねで まあそんな2人がまあもめているまあもう中学生の方が篤くろう君になんか訴えてやるとか,なんか暴言を吐いたりとかまあ攻撃的なことはしてないと思うんですけどまあつくろうく君の方がもう中学生に対してまあ違うじゃねえかまざけんじゃねえって思っていてまあ腹渡たにくり返って裁判にするとかまあそういう話が浮上して別に俺が言わなくてもさそういうのってもうメディアが取り上げてるから。 でもやっぱりなんか俺はそれはなんか違うんじゃないのって思うんですよね。違うっていうのは別に間違ってるとか否定とかそういう意味じゃなくてやっぱ2人っていうのはねその2人っていうのは別にあのそのぐしゃぐしゃがある中で仲良くした方がいいとかあの和解した方がいいとかそういうことを言ってるんじゃなくて2人ともそのなんかお子様とかおばあちゃんとか。 を笑顔にさせるるようなあのエンンターテイメントを発信してる人だからやっぱ裁判とかガーシーチャンネルじゃないんだからさ <laughs> そっち系のなんかあのニュアンスっていうか匂いはない方がいいと思うんですよね。で、まあ、作ろう君に関してはエレキコミックロバート秋山とかと仕事が成立していて、まあ、まああれだよね影の,あの縁の下の力持ち的な人だよね。 で信頼とかもあると思うし、うん、もう中学生があのいけねえんじゃねえとかやっぱ不義理なんじゃねえっていうのはなんかわかるんだよねうんでもだからといってあの10対0であのねえ創郎君が白で黒だとは思ってないんですよやっぱ人間ねその夫婦喧嘩とかもそうでやっぱどっちかが絶対的に悪いってことはないわけですよねただ あのつくろく君はあの必要以上になんだろうねざけんじゃねえでこれすい違いじゃないかって訴えるとかじゃなくてあの損して得取った方がいいんじゃないのっていうのが、まあ、僕の意見です。あの今海外でその戦争してるじゃないですか。であれ見ていい気分しないっすよね。こういういの なない方がいいいうががよねって誰もが思うじゃないですか日本人ならばそれの要はスモールバージョンじゃないですかそのろうくんともう中学生のって、ね、それのなんかもっとなんかソフトバージョン超ソフトバージョンだと思うんだけどない方がいいんじゃねえのって思うんですよねでまあ作ろうく君に関してはあの初めて見た時が あのそこ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 チャンネルに徹さんっていうキャラで出ていてまあ岩川さんの友達っていう体で出ていたんだけど、まあ、本当に友達なのか <laughs>、ね、友達っていう体だったのか真意は分かんないです別にどっちでもいいですただ一言言うとあのめちゃくちゃいい味出してましたねで後でそのろうくんが徹さんがろうく君っていうねその芸人って分かってあやっぱり演者なのかって <laughs> だからあんな面白いんだって 思いましたであのー、まあきれ事ごとになっちゃうかもしんないけどろう郎君はろう郎君でいてよって思うんだよね。あのー、もう中学生を何だろうねだから自分の人生からもう尊敬しちゃえばいいんだよ。もう自分の人生からもう中学生を切り離しちゃえばいいんだよ。それで終わりのがあのロバート秋山とか。 エレキコミックとかう、まあ、くんをよく知っているそのファンの人とかはあのそっちの方が喜ぶっていうかなんか「ああそれでいいんじゃない?」って言うと思うよ。でろく君は <laughs> あの、ね、マジで俺の動画をうくんが見てくれると思わなかったわけよ俺はね。で見てくれて向こうから歩み寄ってきてくれたことはあの本当にあの嬉しかったです。どうも ありがとうございますまさかあのね「<laughs> そこ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 チャンネルの」のあの岩川さんっていうね「ろく <laughs> でなしい」のあの岩川さんがこんなねあの病院をあの運んできてくれるとは思いませんでした。まああの僕が読んだ記事にはそのつくろうくんともう中学生の,そのいざこざっていうのはなんか笑い話とかエンタメでは 済まされないようだ、裁判沙汰になるようだって書いてあったんだけどいっそのこと「そこチャンネル」の <laughs> 動画であの戦えばいいんじゃねえのかって思うよね。俺とつくろう郎君があのタッグを組んで対猛虫違和感なんていうねなんかデスマッチとかもいいと思うしもうねあのそのねろくでなし。 ウィのその猛中と違和感をもう完膚なきまでにあのぶちのめすっていうのもいいかもしれないですよね。あの定族バラエティ番組のあの枠に収めて片付けのも俺はいいかなと思います。ではまあつくろうくんなんかコメントとかくれたら嬉しいですね。まあ僕はねこうやって売名あのとか人を巻き込んでなんぼの あのまあ、汚れなんで、まあ、今後ともよろしくお願いします。